どうも、かつやしです。今日はですね、毎月恒例なんですけども、今回だったら10月に買ってよかったアイテムだとか、行ってよかったみたいな感じでですね、いつも通りおしゃべりしていきたいと思いますよ。行きましょう。いや、先月はですね、結構ね、ほんといろいろ行きましたっていうか、結構充実してましたね。やっぱり一番のね、充実をしては旅行に行ってまいりました。3泊4日の旅でですね、動画で言うと、ドライブトークだったりだとか、神戸の旅ですね。あとは京都、奈良の旅。あとは伊勢神宮にも行きましたし、で、延暦寺、金閣寺という形でですね。まあね、結構ね、走りましたね。走行距離がですね、全部で1570キロということで、ビートルも事前点検、フォルクスワーゲンの方で事前点検してもらったので、まあね、安心してですね、ずっとね、走らせることができてですね。いや、結構やっぱ車って改めて便利だなって思いますね。自分たちのタイミングで行きたい場所にね、なんかね、こう、ね、ずっとね、車を走らせてみたいな感じのですね、ドライブっていうのはね、ほんとね、ハマっちゃいましたね。下道ね、最高ですね。ほんとなんか、いろいろ、まあ、知らない道でを通ったりだとか、あ、こういった道があるんだとか、まあね、そういった発見もできると。あとはね、結構道の駅とかあったりだとかするんで、まあ、そこに立ち寄ったりだとかですね、まあ、いろんな経験ができた3泊4日の旅になったんじゃないかなと思います。新しい出会いもあったし、まあ、考え方がやっぱりね、こう、遠くに、知らない土地だとか遠くに行くことによって、いろんな意味でこう考え方がね、どんどんこう変わっていってですね、まあ、これからもいろいろこういう、なんていうかな、好きなことを続けていけたらいいなと思うし、あと、まあ、好きなことだとか、まあ、必要なものだとか、不要なものっていうのをですね、なんかね、こう自分の中で、まああくまでも自分の中での感覚なんですけども、はっきりこう仕分けできるような、こうなんていうかな、感覚というかですね、そういった刺激にもなったような旅になったんではないかなと思って、いやー、旅続けたいですね。といっても、11月はちょっと難しいっぽいけども、まあ12月はですね、東京の方にですね、飛行機に乗ってビューンとね、行っていこうと思いますので、またそこでね、何か新しい出会いがあったらいいかなと思います。ということで、旅のお話でございました。で、続きましてなんですけども、買ってよかったアイテムということで、まあ、旅のね、延長上になるんですけども、これです。じゃーんと。DJI の Osmo Mobile 3 でございます。これね、結構ね、やっぱあったらあったで、便利ですね。今回の旅動画ですね、特にこう歩きの動画に関してはこうジンバルを持ってですね、神戸の旅はね、ジンバルを持って歩いてはいないんですけども、その他は基本的にこういう風にね、撮影しながらですね、まあ歩いてたわけなんですけども、こういう揺れだとかなんとかってね、やはり少しはね、軽減されてるような感じでですね、まあだいぶね、あの旅でずっと使ってたので、まあ自分の中でこう操作性だとかっていうのがですね、まあ満足の、まあ多少満足のいく、まあ使い方ができたんじゃないかなと思って、まあこれから僕の動画に関してはこのジンバルは必要不可欠。まあ最初はね、いらないかなと思ってたんですけども、やっぱ使ったら使ったで便利。だからね、便利なものこそ、まあね、手を出してしまったので、まあ便利なものは便利だなというふうに改めて思いました、DJI の Osmo Mobile 3、 価格も 13,000円ぐらいで、まあ比較的手頃なんじゃないかなと思います。これをね、買ったので、次は iPhone の、11 だとかも欲しくなりますね。そうしたら超広角で、これとね、セットでしてね、旅動画撮ったらなんかよりこう満足っていうかね、こう新しい何かがまた自分の中にこう入ってきそうな感じがしますね。ということで、DJI Osmo Mobile 3買ってよかったアイテムでございます。これ結局なんだかんだでね、使い始めたらね、便利ですね。で、続きましてなんですけれども、やはり洋服といえばこれなんじゃないでしょうか。こちらですね、ユニクロエンジニアドガーメンツコラボということで、こちら購入いたしました。まあ、発売日にね、買いに行って、まあ、ネイビーの M と、こちらが何色だったっけ?これが、ベージュだったっけ?ブラウンだったっけ?こちらのですね、2点を購入いたしましてですね、これめちゃくちゃ人気で、特にこっちなんか結構女性からの支持が多いんじゃないかなと思います。オンラインでは結構完売してたりするんですけども、実店舗はね、まだあるところはあるかなと思いますね。一応 M サイズ僕が着たらこんな感じのシルエットですね。
まあゆったりめ、少しね、普通の M にしては気持ち余裕があるようなですね、作りになっているんじゃないかなと思います。これはね、本当まあね、季節的にまだまだ暑いんで、外まだ半袖で、正直日中半袖でいいぐらいなんですけども、まあ11月12月と活躍してくれること間違いなしなんじゃないかなと思います。であとね、ここね、ジップとかね、グレゴリーのこの革紐、カバンとかについてるね、革紐に変えました。まあちょっとしたね、プチカスタムもですね、楽しめるエンジニアドガーメンツコラボなんじゃないかなと思って、やっぱりこのね、切り返しが入って、これで3990円プラス税でしょ。で、こっちなんてね、1990円プラス税ですから、この、おなこちゃん、いや、これはね、買ってよかったなぁと思います。まだね、実際着られてはいないんですけども、で、もともとですね、僕ブラックコーデ好きでですね、まあ今年ベージュとかブラウンとかカーキとか取り入れたいなっていうようなね、こんな感じも含めてですね、思ってたんですけども、ここに来て、まあネイビーですね、エンジニアドガーメンツコラボのかぶりのフリースもネイビー買ったんですけども、このね、2点、これも買ってよかったなと思いました。GU のスウェットパーカーでございますね。まあこれはね、去年一昨年ピンクとかグレーとか買ってたんですけども、これはね、クオリティめっちゃいいですよね。 GU で定価が1490円プラス税だったから、ネイビーのパーカーを購入いたしました。でもまだ着ておりません。いやー、これは買ってよかったけども、ほんと気候が全然進まない。まあこれは一応ね、L サイズで購入してるんですけども、まあ気持ちゆったりできてですね、まあブルーデニムだとか、それこそカーキとかブラウンとかのチノパンとかとね、合わせてですね、こうあっさりとしたこうネイビーコーデ楽しみたいなと思って、まあこういったね、まあブラウンとかベージュとかカーキとのね、ほんと相性とか、ネイビーはほんと抜群いいなと思いますし、あとオールネイビー、うん、これもなんかね、ハマっちゃいそうですね。で、意外とね、僕結構普通に気に入ってるのが、旅行にも着ていきました、こちらですね、ユニクロのほんと普通のボーダーなんですけども、これはね、気持ちヘビーウェイトになるのかな、気持ち厚めなんですが、これ本当に普通のボーダーです。まあ普通こそね、これいいなと思って買ったところ、結構気に入ってますね。これは本当ユニクロのブラウンのコーデュロイのパンツ、あの辺とね、組み合わせてたら結構好きなので、まあこういったね、本当定番的なですね、ボーダーなんですけども、まあ欲を言えばここにね、マークがついてたら最高なんですけども、まああのあたりも、まあ昔着てたのを思い出してですね、欲しくはなっているんですけども、ということで、ネイビーのこの2アイテムですね、買ってよかったなと思います。今月はそんなもんかな。忘れてた、あれだ。そうですよ、僕が最近毎日履いて足に馴染ませようとしているこちらです。じゃん、ということで、こちらコンバースのオールスターメイドインジャパンモデルでございますね。コンバースの聖地、柿本商店さん、神戸の元町の柿本商店さんでの購入でございまして、これやっぱ履きやすいです。かかとがやっぱり違いましたね。アメリカ、海外の CT70 っていうのはもっとこうクッション性が高いらしいんですけど、このね、日本製のオールスターに関しては、やっぱりこう耐久性がいいっていう風にね、いろいろ教えていただいてですね、まあ、これはですね、履き続けられる、やっと履き続けられる一足になるかもしれないと思ってですね、とにかくね、僕ね、これ今1ヶ月連続で履いてやろうと思って、もうね、ここら辺のこう馴染みをですね、こう楽しみたいなって今はね、思っているので、本気で1ヶ月連チャンでもね、履いていって、とにかく足に馴染ませたい一足。今までね、僕これ買って思い出したんですけども、こうここに、ね、3本でベルトで締めるね、レザー、オールレザーのね、タイプも持ってたことがあって、それも履きやすかったなって思ったんですけども、これやっぱり、でもね、その時もね、このクッションがね、ちょっと痛かったんで、まあこのね、日本製の、まあこれに関してはですね、まあクッション性もね、まあ僕ね、かかとやっぱ弱いんで、痛いんで、まあ多少のね、このクッション性もあるので、まあ1万2000円、3000円しましたけども、まあ納得のいく一足なのかなと僕は思います。これね、見てたらね、黒もやっぱり欲しくなるし、なんかあとグリーンとかもあるんですね。そのあたりも気になってしまっています。ちょっとコンバースにはまったら怖いですね。なんか買い続けそうで怖い。まあこんなもんかな。あとは、それ、大体こんなもんかなと思いますね。
あと11月になったら結構値段もねガクッとね多分いろいろねアイテム下がると思うね。特にあのユニクロ U とかもねガンガン値段下がってるんで、多分あのジップのねフリースで黒、なんか黒にまた戻ってきてるような感もあるんですけども、黒のねちょっとジップのフリースは欲しいなと思うんで、そのあたりを狙ったりだとか、あとねあのユニクロのねあのもうちょっと余談なんですけども、検証あるじゃないですか、モニターみたいなやつで、これね当たったんで、これ何だったっけ、名前がねハイブリッドダウンだったかな、これ一応 S サイズちょっと着てみようか。検証って当たるんですね、僕びっくりして、普通にびっくりしましたけど、インスタの方で当たったっていう風にねあのアップはしたんですけども、これでね一応 S サイズなんですよ、大きい、これは大きい。 M サイズね試着したんですけども、ちょっとこうダボっとなりすぎちゃったんで、これでね一応 S サイズです。まあ、僕の身長171センチ、58キロであれば S サイズでもいいかなと思いますね。結構しっかりした作りでですね、ここにポケットがあったりとか、まあこのあたりもですね、これカーキ、オリーブなのかな、オリーブなんですけども、まあ、このあたりもですね、わ当たるんだと思った、10月でございました。ということでですね、10月は本当今ねスケジュール見て話してたんですけども、いろいろね買ったりとか、まあ本当旅行に行ってよかったなと思いますね。いやこの旅行でいろんなことをですね自分の中で身につけられたんじゃないかなと思います。ということで11月12月もですね、あと2ヶ月か、今年はなんか感覚的に早かったな。まあまあそんなこともありつつですね、どんどんですね前に、楽しいことを見つけてやっていきたいと思います。では本日のご視聴ありがとうございました。岡田よしでした。ではまた見てください。ただねでもね今後ね最近お休みね動画ねずっと毎日投稿してきたんですけども、まあちょいちょい休んでますけども、多分今後もちょいちょい休むと思います。